離島、長期離脱。バイエルン派7月28日、日本代表ディフェンダー伊藤博樹が中足骨を骨折したことをクラブ公式サイトで発表した。数週間にわたって戦線離脱する見込みだと報告した。4部のやつにやられるとかついてねえな。試合見てないけど相手に踏まれたのか？足、踏まれたっぽいんだ。イタチロの足踏むとか勇気あるな。よかったのになぁ、ゆっくり直してくれ。まあ骨折なら1月でほぼくっつくからシーズン余裕で間に合うだろ。サッカー選手に多いジョーンズ骨折だと治りにくいから手術して3ヶ月はかかる。これ9月の中国、バーレーン戦やばいぞ。最悪や、楽しみだったのに。糸広、嘘だよなー。